皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。あたいだよ。本日は2024年7月17日に行われた、第37期竜王戦、決勝トーナメント、久保利明九段と、佐々木勇気八段の一戦をお送りするわよ。さて、とうとう始まる決勝トーナメント、今年一番強いやつを決める竜王戦において、棋界の頂点、藤井聡太竜王への挑戦をかけ、各カテゴリーを勝ち抜いた、強豪同士がぶつかるね。今日は2組優勝の勇気八段と、1組3位、久保九段が激突だわ。高度な対抗系が期待される本譜。それでは、お互いのプロフィールを確認しておこう。まずは先手の久保九段。1975年8月27日、兵庫県加古川市出身、淡路仁茂九段門下の48歳。今期竜王戦1組、順位戦 B 級2組。タイトル戦登場15回で7期獲得、一般棋戦優勝6回、さばきのアーティストの異名を持つ、振り飛車党のシンボルマークね。対抗形をメインの戦場にし、点で仕掛けて面でさばく、盤面を大きく使った展開が得意で、必要とあれば大駒もビシバシ切り倒す、駒台は相手陣地へのショートカットとでも言いたげに、右へ左へ駒台へ、大胆な攻撃に注目ね。本日は先手、積極的に展開を作りたいね。それではもう一方、後手の佐々木勇気八段。1994年8月5日、埼玉県三郷市出身、石田和夫九段門下の29歳、今期竜王戦2組、順位戦 A 級、一般棋戦優勝2回、世代を代表する天才肌と言われ続けるも、なぜかどこかで苦労が絶えない、気がつけば青いのと呼ばれるいじられキャラに、大体鍋九段のせいだね。近寄りがたい天才より、愛される変なやつ、それでも心の炎は青く燃える、初のタイトル目指し、歩みを進めるわ。本日は後手、先手の展開を打破するのか、あるいは自らペースを作るのか、その構想にも注目ね。それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回は霊夢が先手、久保九段。切るのが後手、勇気八段よ。それでは、お願いします。7、6歩。8、4歩。さーて、棋界の最高峰竜王戦。1、6歩、ここを勝てばベスト4、超決はすぐそこね。1、4歩、2組優勝、そして1組3位の特権だわね。7、8銀、どうせなら、挑戦まで突き抜けていきたいね。3、4歩、さて、角道を開けてぶつけたわけだけど。もちろん。6、6歩、交換を拒否し、駒組みの流れに持ち込むわ。6、2銀、では、対抗形を意識した組み立てね。6、8飛車。出たわね、久保利明の四間飛車。4、2玉、先手に駒をさばかせないことが鍵になりそうね。3、8銀、早めに銀を立ち、天井に支えを入れるわ。3、2玉、値は王様の距離感を優先ね。4、6歩、こちらも早め、軽い組み立てを意識するわ。5、4歩、それを見て、早めに中央への進出を用意する。5、8金左、藤井システム気味にイビ穴を牽制するわ。5、2金右、居飛車穴熊にとっての天敵だわね。ということで、4、8玉、後手の動きに合わせ、駒組み継続よ。5、3銀。7、7角。8、5歩。6、7銀。しっかり組んだ場合、攻めの手数が物を言う。7、4歩、銀桂の援護は欠かせないわね。仕掛けに対応すべく、3、9玉、王様の距離を取り、戦に備えるわ。6、4銀、格闘に火種を用意し、回線前夜。自力の整備もそこそこに、急戦を仕掛けるつもりみたいね。やはり、狙いは格闘が有力で、このまま待てば。後手7、5歩の仕掛けから、6、5歩、7、7角なるで角交換、同桂、7、6歩、同銀、5、5銀と続けていくと、私としては銀が浮いて不安定。後手は4、6の浮いた歩を狙いつつ、飛車が7筋に移動し、不安定な銀に脅しをかけることもできる。大駒の角がさばけた上、駒の安定性という意味で、この狙いを通されると、だいぶ後手に傾いてしまう。ので、まずはこの形が全ての原因と捉え、せっかく上げた銀を、手損というデメリットを受け入れ。7、8銀、反省し、飛車先を通して銀を狙う。反省できて以来。ってなるわけないわ。わざわざ上げた銀を元に戻す？一手一手の重みが増した現代将棋において、その手損を咎めない理由はないわ。先手の足場を今のうちに潰し。5、5歩、仕掛けを値の特権として確保する。仕方ないね。2、8玉、そうですか、と美濃に入場、仕掛けを待つわ。というわけで先手はまな板の上の恋、遠慮なく値のペースで悠々と。7、5歩、狙いの筋から戦いを起こす。6、5歩、飛車先を伸ばしてぶつかり合い。当然部遠慮に。7、6歩、角銀交換なら御の字だわよ。逃げずに踏み込み。6、4歩、
先手を取って銀を取り込む。なんと、7七歩なる、明確な駒損を受け入れるとは。ここは一旦、同桂、飛車銀取りはさすがに払え、桂馬を跳ねる。6四歩、こちらもと金作りは拒否するわよ。つまり手番は私、同飛車、一気に飛車が飛翔し、竜作りが見える。8六歩、対抗措置として、次の歩なるを脅しとするわ。同歩、まだまだ利かしは終わらない、今度は角道を開けつつ。5六歩、続く7六歩に力を足すわ。それなら強引に。3四飛車、王手をかければ角道を塞がざるを得ない。むむ、3三角、角の飛び出しに含みを持たせ、歩では塞がない。5六歩、今のうちに歩を取り、危険を払う。だが浮いたところに、5七歩、叩きを入れ、対応を求め続けるわよ。もし同金と取れば。7九角から銀の脇に、馬を作る攻めが通るわね。ので、拠点ができるのは我慢して。5九金引く、自陣の隙を最低限にとどめよう。8六飛車、今度は飛車を走り、先手に対応を求め続ける。8七歩、当然、素直に自陣に戻るほどおとなしくなく。5六飛車、拠点の裏に回り、攻めのポイントを強化よ。4七銀打つ、飛車に当てつつ歩の切っ先をカバー。6六飛車、当たりをかわし一旦収める。ここで守りが一巡し、8四飛車、今度は私のターン、桂馬を狙うわ。6七歩、垂歩で6八に圧をかける。素直に応じて。6九歩、低く受け、突破を許さない。受けに回らせ。6一飛車、自陣に引いて桂馬を守るわ。ここで私のターン。5四歩、お返しとばかりに垂歩を用意。4二銀、銀を上げ、受けがそのまま壁になるわよ。この隙に。8二飛車なる、後手玉のラインに竜を作って攻めるわよ。7六歩、桂取りに歩を打つ狙いの一手。でもこれは、7二竜、金桂と飛車の交換で釣り合い取れるかな ?6 四飛車、さすがにそれは回避したい。ので桂頭の歩を払い、7六竜、自陣の弱みの面倒を見るわ。つまりはスローダウン、5四飛車、長い戦いになりそうだわね。とはいえやりようはあって、5五歩、焦点に歩を打ち、攻めのパターンを限定するわ。同飛車、飛車の推進力を優先よ。その頭に5六銀、銀をぶつけ、交代を促す。5三飛車、そして再び飛車角の焦点に歩を打ち5五歩、後手の突進力を激減させる。むむむむ、7三飛車、竜に当て、交換が成立すればおんの字ね。8六竜、私にメリットがなく、当然回避。8三歩、竜のラインを切り、仕切り直す。この隙に6七銀上がる、自陣に垂れた歩を払うわよ。でもこれで、8八角、京取りに馬作り確定の隙ができたわ。とはいえ、6五桂、時間稼ぎと割り切れば役割は果たせる。むむ、7九飛車なる、竜ができたけど、その分後手陣は、5四歩、守りが薄くなり、攻め入るポイントが見えてくる。なんの ?6 六歩、連結した銀をほぐし、攻め合いに出るわよ。むむ、7六銀、ひとまずかわし、竜の危機を遮るわ。この隙に、9九角なる、京取りに馬を作り、攻め駒補充。意を決し、5三歩なる、後手陣に殴り込み、決戦よ。同銀。後手陣は金駒さえほぐしてしまえば、同桂なる、一気に強度が下がるよね。この程度。同金、同とでもなるはずよ。竜をふわりと置いて、8三竜、その金に当たる攻めの一手。守りも外れた。7六竜、金を回収、攻め駒を充実させる。5三竜、もはや止まれぬ。でもその竜の頭に5二香、田楽刺しを強烈に差し込むわ。銀は取られても6三竜、その先の歩が重く、攻めの速度は速くはない。5八歩成、先んじてと金を作り、金を浮かせるわ。同金すぐ形を崩してから、攻め駒の竜にアタック。7二銀、移動を促しラインを変えるわ。一つずれれば6二竜、後手玉のラインに狙いが定まる。ので、強者は走れず銀も取れないね。5一角、さらに竜を咎め、態度を求める。この交換なら、同竜、駒損とは言えず、受け入れるわ。むむむ。同金。取った金が後手玉から離れ、後手陣は間延び。5三歩、豊富な歩を継ぎ、強者を引きつける。ぬぬぬぬ。同香。5四歩。同香。次歩で強者を取っても、まだ一歩残り。5五歩。さらに、気がつけば手駒も充実してきたね。同香、角金銀香に歩が一枚、さらに自力は本身ので、同銀、横からの攻めに強く、耐久力は十分よ。6七歩成、竜の脇にと金を作り、勝ち込みじゃ。これを無視、6四角、速度で勝ると見て、攻め合いに出る。4二桂、ラインに割り込み我慢の姿勢よ。つまりは、
ゴーニーフ、後手も速度の遅れは意識しているということ。4一金、陣形のアドバンテージを最大限に活かし。5三銀、強く、前に踏み込み勝負を決めに行く。ギリギリのところで一粘り。3四飛車、生産を、先手が打ちたい桂馬を潰す、相手が打ちたいところに打てってやつね。4二銀なる、構わず局面を生産するわ。同金、桂交換で戻ってきた桂馬を再投入。5四桂、本当はこれを3四に打ちたかったんだけどね。5二金、後手の守りが再び剥がれ、間延びしたところ。3六香、強く飛車を貫き、捕らえに行くわ。まだまだ、3五歩、そう簡単には取らせないわよ。が、その分狭くなり、4五金、飛車の補足が確定したね。ぬぬぬぬ。大駒の飛車が捕らえられ、こうも方位が進むと、自力の命も風前の灯火、手遅れにならないうちに、勝負手をかけなきゃいけないわ。そうなると、攻守どちらかを優先しなければいけないけど、現状、先手玉はあまりに遠く、攻撃面で無理をする意味があまりない。ので、まずは自力の危険を緩和し、反撃の機会を伺いたい。そのためには、自力の動きを制限している。7三銀、角に働きかけ、動きに余裕を持ちたい。孤立していた銀をぶつけ、最小限の犠牲できたね。でも、角に引く余地はないし、これだけ包囲した上に飛車も捕獲したなら、同角なる、銀との交換で十分そうね。おっとこれは、どういう、竜を戻してもうすと頑張りできそうね。むむむ。3四金、とはいえ、飛車を取って玉頭も抑えてる。5五馬、気がついたらごっそり駒を奪えているわね。これは6一飛車、上下からの挟み撃ちにするわよ。どっこいボス筋は、5一歩、歩がないから壁になるのよね。ぐぬぬぬ。4七金、攻め倒すのが難しいと見て、守備に手を戻す。3六歩、馬のライン上、小瓶をこじ開けるわよ。だが断る、8一飛車なる、桂馬を取って戦力補強。それならこちらも、5四馬、桂取りがそのまま金にも当たるわ。ぐぬぬぬぬぬ。9一竜。さすがにこれだけ戦力があれば十分ね。一挙ここは、5五桂、反転攻勢で、カウンターアタックよ。4号桂、馬のラインを切りつつ、攻め筋を作るわ。4二銀、丁寧に受け、スケール隙を作らない。3三香、強引にねじ込み、守備陣を削るよ。同桂。同桂なる。同銀。同金。同玉。生産を終えたら後手玉が露出。4号桂、日よって下がれば容赦はしないわ。わかっているわよ。同馬、大駒を切るのに躊躇ない。攻めが細くなってきたけど、同歩、なんとか食らいついていきたい。逆に値は。3四金、手厚く丁寧に、補強を怠らない。3六金、懸念の小瓶攻めを払って粘る。でもまだまだ。2四桂、第2波を放ち、分厚く攻めるわ。5三歩、金で取ればそこ歩が外れるね。攻めは遅れるけど、どういう、仕方ないから竜で取ってあげるわよ。誘導したところに、2六角、もう一発引かせて攻めをつなぐわ。5四竜、とにかく、旧筋の竜を戦線復帰させないと。3五銀、周りから攻めて要所をそらす。でもこの瞬間、5七角、守りの合間を縫って、攻めの手を作るわよ。3四銀。どういう、3号金打つ。5四竜。やはり竜の守りは非常に厄介。4四歩、ラインを断ち切り、援護を外すわ。ここも。5八と金、先手の攻めが薄く、反撃のチャンス。それでも、4三歩なる、王手は何より優先よ。そりゃそうよ。同金、ここでとうとうお役御免、そこ歩を外す。むむむむむ。8二竜、歩を取れないので背後に利かす。5二香、竜の守りに壁をこさえ、時間稼げよ。4四歩。なんと諦めの悪い粘り方。4九と金、でも、油断すれば逆転もあるのよね。同銀。だからこそ、万難を排して慎重に。3九銀、先手を追い詰め寄せに行く。1八玉。2八銀打つ、腹銀で先手玉の動きを制限よ。4三歩なる。どうやら最後の勝負に出てきたみたいね。でもつまりは、どういう、ここをしのげば私の勝利よ。4四金。どういうでは、角の飛び込みが怖いわね。2二玉、竜をしんがりに、逃げに徹するのが正解よ。ぐぬぬぬ。3八金、寄せ切りを諦め、守りに手を戻すわ。1七香、間違いがあったら許さない、ということね。同角。慎重に、間違いないように的確に。同銀なる。
同玉。4四竜。4五銀。1五歩。4四銀。さあ、1筋を伸ばせば王手になって。1六歩。もう逃げられないわよ。中段に逃げても1五金で済み。では、後ろの狭い空間で我慢しても。後手1七金、先手同桂、後手同歩なる、先手2九金に。後手2八金、先手同金、後手同銀なるで済み。上にも下にも活路なんかないんだね。終盤の寄せ合いで時間がなかったとはいえ、あと一つ、踏み込みが甘かったのが悔やまれるかな。竜王の夢はついえたか。負けましたー。ありがとうございました。途中まで順調だったんだけどな。急戦を仕掛ける後手に小回りで勝負する先手、なかなか面白いコンセプトのさばき合いだったわね。まず、序盤は久保九段には珍しい先手四間飛車、どこか藤井システムを匂わせる駒組みから急戦にも持久戦にも対応する意図が伺え、囲いとしては不十分な船囲いまでしか組めていない後手が24手目という早い段階で急戦を仕掛け、これに対する久保九段の応手が老快で、普通一度上げた銀を戻すなどという手損を取り返すことが課題の振り飛車において、ある意味タブーといえる銀引きを挟むことで飛車先が通って6五歩が成立。さらに、角を見捨てて銀を獲得、大駒による盤面を支配する方針よりも、金駒で小回りの効いた、ゲリラ戦に舵を取り、大胆な飛車さばきで玉頭を咎め、実質、後手の角を封じることに成功したわね。角が飛び出すと、飛車が王様に突き刺さるもんね。これで実質、後手の攻めが空振ってるわ。そして後手の垂らしを低く受け、逆に竜を作ることで一気にペースを握ったけど、終盤の寄せ合いの場面で計算違い。飛車を捉え、玉頭を抑え込んだまでは良かったけど、114手目、7三銀に対し同角なるとした手が逆転に繋がったわね。角に逃げ道なかったけど、ここはどうしたらいいんだろう。どうせ角に逃げ場がないのなら、金で取り返せるものと割り切って、飛車の回収を優先したり、6七金とと金を払い、自陣の脅威を軽減したりと、攻守どちらにも、もうちょっとはっきりした方針にした方が、結果としては良かったみたいね。遅かれ早かれ角銀交換されるなら、わざわざこちらから動いて桂馬を跳ねられるよりも、もう少しメリハリついた動きをした方が良かったんだね。まあ、いつも通りのフォローだけど、この時点で久保九段は1分将棋、判断するには少々時間が足りなかったわね。それよりも、この後も難しい展開が続く中、60手もの間、着実に勝利を引き寄せた、結城八段の勝負強さが光る一局だったわね。この調子で、上まで駆け上がってほしいね。この結果を受け、結城八段はベスト4進出、次戦は佐藤康光九段、池永六段の勝者と対戦ね。随分毛並みの違うお二人、どちらが来るかで大きく展開が違いそうね。さあ、それではこの辺りでお開きにするわよ。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録を。ニコ動をご覧の方はいいね、フォローをお願いするわよ。さあ、それではこの辺で。バイバイキン。